ロシアのクフニャ・ビズ・グラニーズ、ビアフード、ビグランチ、ラプシャス・トシアヌイ・クレッツィ・ルカム、チキンと玉ねぎの煮込みラーメン。揚げ麺に粉末スープと調味油がついています。麺は中太で、かなり気泡感があり、バサバサした舌触りです。粘りが弱くてもろく、安っぽい食感です。しかし揚げ物の香ばしさとむき出しの油っぽさがあり、今の日本の即席麺にはないそやな力強さが魅力的です。スープは透明感がある洋風のチキンコンソメ味で、豚か牛の油っぽい香ばしさと力強さを感じます。旨味は人工的ですが必要十分で、辛い刺激はありません。香辛料は単調です。細かな人参は歯ごたえがあり、うんと細かな鶏のひき肉が入っています。近代的な洗練とはほど遠く、ギラギラして荒っぽい製品ですが、なんだか懐かしくて憎めない気がします。